バージニア・クリスチャンはアメリカ合衆国の犯罪容疑者、元死刑囚である。彼女は電気ースによって処刑された唯一の未成年女性であり、2010年9月23日にテレサルイスが死刑執行されるまではバージニア州で最後に執行を受けた女性死刑囚だった。バージニア・クリスチャンはアフリカ系アメリカ人の少女でメイドとして バージニア州のハンプトンで働いていた。彼女は雇い主である当時72歳の白人女性、アイダ・ベローテ夫人を1912年3月に夫人の自宅で殺害した罪に問われてしまった。逮捕後、彼女は間もなく犯行について自白している。ベローテは頻繁にバージニアを手ひどく扱っていた。その日ベローテは バージニアがロケットとスカートを盗んだと疑ってかかったため口論が起こった。ベローテが手近にあった壺でバージニアを殴りつけたためバージニアは放棄でベローテの前頭部を殴打した。バージニアは悲鳴を上げるベローテの喉にタオルを詰め込みその結果ベローテは窒息死した。バージニアは逃走の際にベローテの小銭入れといくらかの現金、そして指輪を1個持ち去っていた。 バージニアはすぐに有罪となり、死刑の判決を受けた。当時バージニア州の州知事を務めていた、ウィリアム・ホッチスマンは、バージニアの母シャーロットからの原型単案の手紙に応じなかった。母シャーロットからの手紙は、以下のような文面であった。親愛なる知事様へ、知事様を煩わせる私のことをどうぞお許しください。私は3年以上、我が娘、 ジニーの面倒を見ることが叶わず呆然としております。私は、我が娘がベローテさんを殺してしまったという、すさまじく邪悪なことをしでかしたのは存じておりますし、刑務所の人たちが娘を処刑したいと思っているのも、わかっております。ですが、私は神様が、知事様の心を和らげてくださるように、日夜祈りを捧げております。もし、知事様が年若い、 我が娘を救ってくださるならば、神様は知事様を永遠に祝福なさるでしょう。バージニアはリッチモンドにある州の刑務所で処刑された。彼女はまだ17歳であった。当時の新聞は彼女の遺体が州の医科大学に検体されたと報じた。それはバージニアの両親がリッチモンドから彼女の遺体を 引き取る費用が捻出できなかったためであった。テレサ・ルイス、ファースト・ウーマン・ツー・ビー・エクス・キューテッド・バイ、バージニア・イン・アリー・100イヤーズ、ベックス・ガブ、フォー・インターベンション2011年7月10日閲覧。AB ・クリミナル・ブリーフ、ザ・ミステリー・ショート・ストーリー・ウェブログ・プロジェクト2011年7月10日、閲覧。AB ・バージニア2011年7月10日閲覧。ありがとうございます。